せいたしました。ケーブルカー発車いたします。非常に難しい工事であったと言われております。以来95年間、閉館ケーブルは多くのお客様を支援さんへとお迎えいたしております。
ちょうど市街地がご覧いただける高さまでケーブルカーが登ってまいりました。また線路脇にはこの辺りよりもみじ、楓の大木が多くなってまいります。秋の終わり頃に紅葉いたしますと深紅のもみじトンネルとなる場所でもございます。滋賀県の境にそびえます標高848メートルの比叡山、ちょうど今よりケーブルカーが7号目まで、山頂までは霊山ロープウェイお乗り継ぎでご案内をしてまいります。ケーブルカー到着の7号目には大雲厄除けの川除け鍋をお楽しみいただけます。川除け鍋広場、そして京都市街町より南方面まで見渡していただけますパノラマ広場もございます。そしてロープウェイ山頂駅すぐにございます天元寺ゆっさんガーデンミュージアムへはただいま休園中でございます。ミュージアムへのお立ち寄りはいただけませんのでご了承をお願いいたします。なおロープウェイ山頂駅より徒歩10分お進みいただきました沖伊予山頂マッケン広場からは滋賀県琵琶湖側もご覧いただけます。徒歩10分、予定の山頂駅より少し距離がございますので、お時間をお気をつけください。続いて、本日の下りお戻り最終便のご案内でございます。本日の山頂発、下りロープウェイ最終便は18時ちょうど発、午後6時ちょうど発でございます。7号目発安市下りケーブルカー最終便は18時15分発、午後6時15分発でございます。安市にお戻りご予定のお客様、ロープウェイケーブルカーともに下り最終便へのお乗り遅れがございませんようお気をつけ願います。ご利用のお客様へのご案内です。ただいま山内シャトルバスは減便ダイヤにて運行中でございます。ご利用いただけますバスの便数大変限られておりますので、バスご利用ご予定のお客様は時刻表等とバス停でしっかりとご確認の上ご利用をお願いいたします。路線バス等は全便運休中でございます。山内シャトルバスのみが減便ダイヤで運行中でございます。ご利用いただけますバスの便数は限られておりますのでお気をつけをお願いいたします。日本一の高低差561メートルの高さをケーブルカー登ってまいりました。終点比叡駅7号目に間もなく到着です。ケーブルカーのみご利用のお客様はこちら到着7号目までのご案内、山頂までの連絡乗車券、そして霊山電車よりの帰宅切符ご利用のお客様はお乗り換えとなります。ロープウェイの乗り場に2度目の改札がございますので乗車券ご用意いただきまして、この後ロープウェイの乗り場へどうぞお越しください。ケーブルカーのみご利用のお客様でロープウェイをご利用の場合にはロープウェイの係員にどうぞお声掛けください。ホームに入りますとケーブルカー全体が大きく後ろに傾いた状態で止まってまいります。降りいただくプラットフォームも一段ずつの幅が狭い階段ホームでございます。ご注意お願いいたします。ご乗車ありがとうございました。比叡駅に到着です。ゆっくりと止まってまいりますのでご案内までどうぞしばらくお待ちください。
本日は記念館にお越しいただきましてありがとうございました。運行中は事故防止のため座席におかけください。また開いております窓から顔出しを出しになりますと大変危険です。合わせましてご注意をお願いいたします。このケーブルカーは最高勾配28度、固定が基本向きの561メートルでございます。それより山国の平地、野生駅までの 1.3km を約9分でご案内いたします。
由のこと、無である名称詞であり、古くから古書とのゆかりも深く、独特のおしきたりや風習が根付いている集落です。その昔、紺色の着物に古書の名を帯で、鉄砲、夜半砲をかけ、白谷に荒地を置いて立ちで、滝地や島を頭にいただき、京の町へと幼少に出かけた、やせ大原の女性たちは、こうして、おはらでと呼ばれ、楽しみました。また、これから続くいたします、ケーブル、実践機のすぐ左側には、やせ当時の小道がございます。やせの視線を満喫していただけます、海遊の隣にありまして、ゆっくりと回り続けましても、ピークから15分スピードでございます。お時間がよろしければ、こちらへもぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。ちょっと斜めですのでね、ゆっくりどうぞ。